カシー。カシーは、福岡県福岡市東区の北部に位置する地域。神宮高公,公園のカシー宮があり古い歴史を持つ、一方、戦後は海岸部の埋め立てが進み、福岡市東部の副都心の一つとなっている。カシー地区には、JR 鹿児島本線と、JR カシー線の乗り換え駅である JR カシー駅と、西鉄海塚線の西鉄カシー駅。 福岡都市高速1号線北端の出入り口があり、福岡市東部の交通の要所でもある。広域的に見た場合、南北では、たたら川以北のなじま、松崎から、東の春や下原にかけて、東西では、舞松原、菓井台から、菓子井浜、霞ヶ丘の博多湾沿岸、さらに人工島アイランドシティにかけての地域を菓井とすることが多い。 狭くは南部を除く旧菓子町の地域を、さらにはその内菓子宮周辺の地域もしくは菓子駅前の地域を指。この地域では古墳時代より前の遺跡は少ないが、神宮古郷、沖永たらしびめ、おほたらしびめの伝承と縁の深い菓子井宮がこの地に存在することもあって、菓子の名はすでに古事記、日本書記をはじめとする古史に見られる。これらでは、 カシヒニカシヒの古事記、カシイ、日本書記、カナリガサネ、筑前国風土記一文など様々な字が当たられている。機器に基づけば、カシイ宮周辺は、元は、中愛天皇の熊素征伐、神宮皇后の三冠征伐の大本営のあったところだとされる。名の由来について18世紀初めの筑前国族風土記は、この地で急成した中愛天皇の二冠を、 死の木にかけていたところ異教が、四方に香ったため、カシーと下の田との鮭の伝承を伝える。他に、首都、大村といった意味を持つという推測や、丘陵が海辺へと落ちるところであるから、ケーカシ、グ、ヘン、ヘが元となったのではないかとする推測がある。古墳時代の考古学遺跡として、現在、霞ヶ丘の住宅地となっている丘陵にあった四世紀のものと思われる。 霞ヶ丘古墳、計25メートルの円墳と、推定からは白菜と思われる三角円、二上二重卿が出しており、また、カシー宮蕎麦の山上には、舞松原古墳、計30メートルほどのホタテ海式古墳があって四世紀、後半のものと考えられている。現在のカシー宮にあたる菓子病、菓子病、カシー病は、奈良時代の724年に創建されたとされ、 万葉集には、七百二十八年、カシー病からの帰路に読まれた、大友旅人のカシー方の歌である。お、はじめ三種が収められている。カシー方はかつてカシーに存在した遠浅の入り江で、明治期までは、南のなじまと北の霞ヶ丘の丘陵に挟まれた、地域では、現在の西鉄海塚線を呼び、JR 九カシー奏者場のあたりま海岸線が、湾入していた。 奈良から平安前期には、カシー病、カシーグルは、朝廷から特殊な扱いを受けていたと見られ、朝廷との関わりの深さにも関わらず、演技式新名帳にも掲載されていない。特に当初は、白木との外交に関わる場合に使いが送られることが多かった。10世紀、平安時代中期に編纂された和名称では、カスヤ軍カシー、カスヒ、カゾヒザトとしてその名が見える。また、 カシーグーソバのご飯の山、おいの山、おいの,の山、標高九十メートルの麓からも、同時期まで遡る、遺構、遺物が発見されている。カシーの北東端にあたる立花山は、鎌倉時代末の1330年に、文豪大友市の大友貞俊、都立花貞田によって、立花城が築かれて、以来十六世紀までこの地の重要な軍事拠点であったことで知られる。 立花城の時代には、現在の下原に城下町があった。また、ご飯の山山頂からも中世の山城が発見されており、麓の遺跡からも、この時期に大規模な造成を行ったことが確認されている。南北町、戦国時代には、菓子井宮の領地とも関連して、菓子井はかなり広い範囲を指す名称として用いられており、新宮や三隈。 海もカシ岸港内として惹かれた例が見られる。この時代、立花城をめぐってカシ岸周辺は幾度かの戦いの舞台となった。なじま南端のたたら川川口付近にはかつて遠浅の干潟があり、この地では1336年に足利軍と菊池軍が戦い、たたら浜の戦い、1569年には大友軍と毛利軍との合戦が行われたたた浜の戦い。 さらに1586年には、立花城で、立花光虎、立花宗重が、島津の大軍に対し激戦を繰り広げ撃退した。この戦いでは、大友氏と関わりの深かった、菓子宮も消失し、一帯も荒廃して、その後、明治期まで菓子井は以前ほどの賑わいを取り戻すことは、なかった。立花氏に代わり小早川隆景がこの地を治めた年には、 なじまに、なじま城が築かれた。その後、黒田長政の入国に伴う福岡城追記によって、立花城、なじま城は1601年頃ともに廃城となった。江戸期には、現在の福岡県道504号町、河原福岡線にほぼ沿って、唐津街道、青柳街道が通り、現在の河津駅前にあたる海岸線に小宿浜尾が作られたが、この時代には、 カシー地区の人口は500人足らずであった。1889年、明治22年の町村制以降、これらの地域のうち中北部は、カスヤ軍カシー村となり、南部のナジマや松崎、マ松原は、カスヤ軍、タタラ村に編入された。戦前、カシーは、松茸の産地としても知られるような小さな村であったが、前時、カシー方の埋め立てが進み、千葉や、白浜、 カシー浜といった新たな地名が生まれるとともに、丘陵地の宅地開発がなされて人口が急増し、戦後の福岡市への編入前後より、福岡市外のベッドタウン、またこの地域の大学、高校の学生街として発展した。近年は現地早駅周辺の旧カシー走車場の再開発及びカシーパークポート、人工島アイランドシティの建設により、千はと、 海岸地域での発展が一しい、2010年のカシー地区の人口は8万6千人、余りである。農業関係については、市街化により農地は大幅に減少しているものの、東バル地区のブドウバラや下バル地区の柑橘類など、付加価値の高い農産物の生産が行われている。カシー福都心は、カシー駅前地区と千葉や総社場、旧、カシー奏場地区の総称で、 それぞれ次の事業により再開発事業、土地区画整理が行われている。か谷郡旧か井村、か井町に関しては、以下の通り、旧多た村、多た町に属する地域に関しては、多た町を参照のこと。か井地区には、か井宮をはじめ歴史ある史跡が多い一方、人工島アイランドシティやか井総社上城区画整理、地区などを海岸部には整備された近代的、 先進的な区域がある。戦後、JR カシー駅、西鉄カシー駅周辺の原カシー駅前を中心に商店街が発展し、一時は国道3号沿いに複数の総合商業施設も出店していた。その後、学生の減少や不況などで一進一退を繰り返し、また一時期に電気店が相次いで開店したためメディアに取り上げられたこともある。 現在はその南部、西部に大型ショッピングセンターなどができている。河新駅前は、旧街道の拡張工事など大規模な再開発が進行中である。戦後、九州産業大学が開校したのをはじめ、地区内には多くの学校が存在し、西人と共に学生の町としても知られている。また、塾も多く存在する。 セピア通り入り口付近の国道3号沿いに、英進館、全教圏、日農研、名工技塾、個別指導塾など、多数の塾が密集している。英進館、全教圏などは、館が、複数開設されている。現在の九州電力カシー競技場にはかつて、九州電力の総合病院であった、シー病院があり、福岡大学医学部の前身となった。 かつて、菓子温泉旅館があり、5.15事件の事前の会合が行われた。また、松本清張の小説、テント船がここで書かれたという、菓子を舞台にした作品も参照。なお、近年まで菓子温泉として、日帰り温泉施設が存在したが、温泉旅館との関連は不明。菓子駅を中心にパチンコ店が多数ある。かつては、 国道3号沿いにもあったが、頻繁にパチンコ店が入れ替わり現在は、塾や美容室が入っている。昔から国道、3号や鉄道、JR 鹿児島本線、JR 鹿児線、西鉄海塚線、また、都市高速が敷かれ、東区の交通の中心地となっている。東区のバス網もほとんどが、鹿児地区で収束している。現在、千葉山で伸びている。 博多バイパスを、菓子井山道、菓子駅東などを横切って、松下台の国道3号まで接続する延長工事が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。